この俺が逃がすと思うのか。千年もの間、人が味わった絶望だ。光見えぬ死の底で、永遠に苦しむがいい。ついに手に入れたのですね、ハルドラス様。ああ、父上の仇ニーズヘックは倒れた。魔力の源である二つの目を失えば、いかに七竜といえどこのまま朽ち果てることだろう。しかし犠牲があまりにも多すぎた。父を通る団に我が友たる騎士たち、名役をたがえラタトスクを殺してまで我らは竜の目を奪い食らって力を得た。しかしながらドラバニアに残る七竜は黙したまま姿を現さぬフレースベルグのみ。新たに二つの竜の目を手にした我が主ハルドラス様が王位をお継ぎになれば、イシュガルドの未来は真に安泰となりましょう。いや、私に王位を継ぐつもりはない。ニーズヘッグを倒したとてその眷属たるドラゴン族の数は少なくない。ましてや私は竜の目を食らったトガ人でもある。ならば死してその運命が尽きるまで騎士として戦おう。お待ちください。それでは王家はどうなります。我らが主にして友よ、
民は王に導かれてこそ民であります。王なくしてどうして生きる道を見つけられましょうか。シルブトレル教、フラビアン教、ヒコーラのような気高き貴族がいれば何ら問題はあるまい。どうしても王が必要というのなら、ヒコーラの中から新たな王を選ぶのもよかろう。さらばだ、騎士たち。我が友たちよ。私は父の犯した裏切りの罪を背負い、この槍を持って全てを清算しよう。なんということだ。勝利の果てに王を失うことになろうとは。我らは主の言葉を守ることしかできぬ。我ら生き残りの騎士たちで民を、国を導くのだ。俺は降りさせてもらうぜ。俺が忠誠を誓ったのはハルドラス様だけだ。主君がいないってのに騎士を続けるつもりはねえ。待て、貴公まで何を。しっかりと足を洗って酒場の親父にでもなってみるさ。もう戦いも裏切りもごめんなんでね。残ったのは4人だけか。ホルタン、アインハルト、デュランデル、そしてゼーメル。我らが4家で国を、イシュガルドを導くしかあるまい。王位はどうするつもりだ。王はいずれ舞い戻ろう。その間イシュガルドを失うわけにはいかぬ。この忌まわしき戦争を知る者は我らだけで十分。我ら4人が新たな教えと歴史を作り、国を導くのだ。おい、大丈夫か。ニーズヘッグの過去を見たというのか。千年前の戦いの結末を。イシュガルドに伝わる建国神話によれば、俺たちの遠い先祖はゴータン将トールダンに率いられ、クルザスの地にたどり着いたという。その最中、深い谷までニーズヘッグに襲われたフサたちはトールダンを筆頭に果敢に戦いを挑んだ。この戦いでトールダンは死したが、その息子であり史上初の青の竜騎士たる青竜将ハルドラスがニーズヘッグを倒した。伝説によればハルドラスは奴を退けた際、その片目を奪い取ったと伝えられている。それこそがコート・イシュガルドの秘宝であり、
歴代の青の竜騎士たちの力の源だったこの竜の目だ。しかしお前が見た過去が真実ならハルドラスはニーズヘッグの両目を奪っていた。それが誠だとすれば今まさに俺が奴から抜き取ったこの竜の目は一体。どうやら俺たちにはまだ知らない秘密があるようだ。激戦だったが、よくぞ戦い抜いてくれた。さすがは光の戦士。共に戦うことができたことを誇りに思う。ようやくニーズヘッグを倒したのだ。すぐにでもコートに帰還したいところだが。フレースベルクの元に行こう。隠された過去を知るためにも奴に確かめなければならんことがある。